皆さんこんばんは、ラッピー TV です。本日はアポロ16号驚愕スペシャル第2弾、月面写真に写り込んだ謎の螺旋状のこの物体は一体何なのか、何これです。今日私また見つけました。アポロ16号の写真を検索していて見つけたこの月の表面から伸びた螺旋状のこの物体は何なのでしょうか。皆さんと一緒にこれを検証していきたいと思います。そして最後にこの正体らしきものをはっきり写った写真をね、見つけましたんで、それをお見せします。そしてアポロ16号宇宙船とかに詳しい方は、これが何なのかお分かりになった方は皆さんのコメント、たくさんの推測お待ちしておりますので、ぜひこれが何なのか知ってる方は教えてください。それでは早速始めたいと思います。それでは写真の方からです、どうぞ。今回写り込んでいた、これがアポロ16号の月面周回軌道上で撮影された月の表面の画像1枚目となります。正式画像で下の方向からこういう風に撮られております。宇宙は上下がないんでね、これが月の下側の方向だと思ってください。そして見やすいように途中でこれを回転させたいと思います。これを回転させるとこんな感じになります。はい、どうでしょうか。これをズームします。1枚目の写真です。はい、そしてこのリンク、すべての写真のリンク見れるようにね、概要欄に貼っときますので、その目で見てこれが何なのか、こういったのに詳しい方は教えてください。約今から50年ぐらい前の写真となりますが、これは一体何なのか詳しい方は説明してください。何でしょうかね、これ。月面のところから上に伸びているもの、ここに輪っぱのようなものがあります。そしてここら辺にも何かちょっとなんかね、映ってますよね。そして次の映像行きたいと思います。そしてこれですね、これが回転させたところの映像です。ここに一つ、これは何かこういった、これは宇宙船のおそらくアポロ16号の周回軌道上の窓から映っている宇宙船の部品の一つでしょうね。はい、そしてこれは何なのか皆さん。そしてこれです。そしてこれ拡大したところです。この月の表面にぶつかっているような気もしますが、これは一体何なんでしょうかね。こういうふうに伸びて下の方に螺旋状に点々のくるくるっと螺旋状のリンプル状のものもあります。そして羽のようなものも見えております。真ん中に棒状のもの、果たしてこれは月のタワーなのでしょうか。どういうふうなものなのでしょうかね。私は最初これ見た時びっくりしてね、これ月から伸びているタワーが、構造物がずっと上に伸びているものなのかなと思いましたが、果たしてこの正体は何なのか。私はずっとね、このアポロ16号の写真をこれの正体はないかずっとコマ送りで見ていったところ、それらしきものを最後に見つけましたんでね、その正体は最後に分かりますので、
皆さん、まあ、はっきりした正体は分かりませんが、はっきり写っているのがありますので、それが何なのかは私も分かりませんでした。最後までそれは何なのか詳しい方は説明してください。よろしくお願いします。コメント欄に書いてください。そしてこれがフィルターをかけたものです。驚愕の映像です。何でしょうかね。下ボンとこう月の表面にこう完全に落下してついているような感じです。そこから上に伸びてますよね、こんな感じで。そしてここに丸い輪っぱ状のもの、そしてこれがリンプル状の螺旋状にくるくるくると棒状に巻きつけられたようなものが見えております。果たしてこれは何なんでしょう。そしてこれがまた色を変えた月の色に近づけたものです。下は何か花びらが開いたような感じですよね。そして上にこういうふうに伸びております。ここに白い羽のようなものというか花びらのようなものがずっと等間隔で並んで、こちらはこう丸いリンプル状のものがくるくるくると見えますね。はい、今はっきり見えてます。そしてここは輪っぱ状のものがあります。はい、そしてこれです。そしてこれ、はい、白黒映像になります。これが正式画像の向きです。それを拡大したところです。これ地面についているところの別の写真です。割と濃いめに写っている、光が当たってないのでね、これの輪郭がよくわかります。どうでしょうか。ズームすると真ん中は膨らんでます。そしてここのところが突起しておって、真ん中のこの棒状のものがここでつながっているような感じです。そして螺旋状の何か、まあ何て言いますかね、 DNA のような構造の螺旋、二重螺旋構造のものが、こういうものがずっとこの棒状のものに対して巻きついていっております。そして右側にはこの白い羽のようなものがずっとこういうふうにつながっております。これは果たして何でしょう。そしてここにクリップのような、ね、人工的なようなものまで見えますので、これは果たしてアポロの16号の何か探査装置の一部なのでしょうか。しかしその周回軌道で月を回っているところに、そんな低空飛行でこんな鎖のようなものを下に落とすでしょうか。これを落としとしたら、まあ私は宇宙には詳しくないですけど、月の引力に引っ張られてどうでしょうかね、宇宙船とこれが、まあ、結ばれていたとしたら大変なことになるのではないでしょうか。私のまあ試験ですが、こういった物理学とかに詳しい方どうでしょう。こんなものを月のすごい速度で、まあ、月の周りを周回しているのに、こんなものを下ろすことができるのでしょうか。皆さんの、まあ、たくさんのコメント、推測、またこれに詳しい NASA の職員の方、これが何なのか教えてもらったら私は参考になります。そしてこれです。そしてこれ、こういったものを拡大するとこうですね。そしてさらにこれが AI で、まあ私の知ってるチャンネル登録者さんから、私のチャンネル登録者さんから AI 動画、この写真モノクロを AI によってカラー化したものとなります。先ほどの一番底の部分です。どうでしょうか。ここ金属状の色が見えます。はい、何かつなぐような金属の部分、そしてこうなってます。どうでしょうか。そしてこれです。はい、向きを変えました。先ほどの位置がこれ、こういった AI でカラー化した画像です。これが取っ手の部分、先ほどの取っ手の部分拡大するとこうです。どうでしょうか。今回見つけた、まあ、これ果たして私の、まあ、後での推測ですが、これはアポロがこういうふうに衛星、周回衛星と飛んでますよね、はい、あの月の周りを。そこからバーで何かアームのようなものを伸ばして下に垂れ下げているものなのでしょうか。どうでしょうか。まさか異星人が作った、まあ、月の月面のタワーが映っているものではないでしょう。どうでしょうか。現実的にこれは何なんでしょうか。はい、でもこういった船外活動の写真の中で初めてこれは私は見ますね。これが何なのかお分かりの方はぜひ私に教えてください。こういったものです。下が
よく下の部分見といてください。最終的にこれの正体がはっきり写っているものをお見せします。私はまだこれが何なのかは分かっておりません。これを知っている方はぜひ、私の推測ではアポロ16号の周回衛星の、宇宙船から下に、垂れ下げたものではないかと思う。観測機のアームの一部ではないかと私の、ここまでの推測となりますが、皆さんどうでしょうか。今回はこれがはっきり写っている写真を見つけて、最初は驚いてね、これもう大スクープだと思いましたけど、いつものように私の、思い込みかもしれませんが、異星人の、月面のタワーが写っていると思って驚きましたが、よく考えてみるとこれ宇宙船がこう撮影してますんでね、その辺からここら辺から伸びているような気もしましたんで、これはおそらく現実的に考えるとアポロ16号の探査機の、その宇宙船から伸びたアームのようなものかアンテナのようなものではないかと私の試験となります。そしてこれが、一番底の部分です。これ開いてますよね、バッと。これが開いているのと閉じているのがあるんですよ。最終的に写真をお見せしますので、最後まで見てください。その正体は何なのか、今日は何これでアポロ16号の写真に写り込んだこの不思議な物体をお見せしております。これが一番先端部分ですね、の開いたような部分をカラー化したものと比べてください。こちら AI でカラー化したものとなります。どうですか、こういった先端は突起物、そしてこことつながってますね、棒状のものが。そしてここに何かこういうふうな、留め金のようなものまで、フックのようなものまでが見えております。そしてこれがその、最終的に皆さんに見せる予定だったんですが、これが別の写真でちょっとコマ送りで探したところを見つけたものです。どうですか、はっきり写ってますよね。これがその正体だと思います。はっきり写っているので、これが、どう見てもここら辺から伸びているコードで、くるくるくるとコードが写っているものだと思います。螺旋状のコード、真ん中に鉄の棒か金属の棒ですね。そして最先端部にこういったものがあります。この機器は一体何でしょうか。でも先ほどの機器は完全に潰れて開いてますよね。同じものかどうかは分かりませんが、これが最先端部分です。これは下に月面に、激突してこういうふうにベシャッと破裂したものなのでしょうか。これですね、最先端部分もう一度詳しく見ます。これです。どうでしょうか、この機械は果たして何を観測するものなのでしょうか。月面の何か土をここからバキュームで吸引する装置なのでしょうか。しかしそんなに月面まで低空飛行で、これが伸びるぐらいのわずかな長さでそこまで低空飛行で降りることができるのでしょうか。しかしこの月面にタッチした途端、このアポロ宇宙船とこれはつながってますので、その危険性はないのでしょうか。素人判断でそう思いますが、そういったものに詳しい方ぜひご説明お願いします。これですね、これが今回の正体だと思いますが、これは何なのかは私は説明できません。おそらくアポロ16号の宇宙船から伸びたこういった何かを観測する装置の一部だと思います。これが正式に写った写真、そしてこれが先端部が潰れている写真です。これ見てください、戻しますよ。はい、ガーッと伸びてここで潰れてます。一番下にこの辺何か破損したような、この辺とこういったものが飛び散ったようにも見えますが、どうでしょうか。はい、これです。そしてこれですね、これがカラー化したもの、完全に潰れてますよね。そしてこれ、そしてその映像らしくもの、月面の下の方を向けて降りていっているようなバーのこの足のようなものね、長い観測バーみたいなものが伸びて、最先端部分はこうなっているというところで、これが正体だと思います。そしてまた違った写真にはこうなって、あの丸い円柱形のものは見当たりません。どうでしょうか、これ上の部分、これが上の部分ですね。そして先についている部分がもうありません。
どうでしょうか。あれを落下させたのでしょうか。これはまあハンドアームといいますか、こう自動的にここのところに何かをつけて下に下ろすためのまあハンドアームみたいなものなのでしょうか。皆さんのコメント、これに詳しい方ぜひコメントください。これにはついてません、円柱形の物質。はい、こっちはついてます。見てください、ここについてますよね。はっきりついてますが、次の画像、これにはついてません。同じアームだと思います。アームが伸びてここのところでハンドアームから、まあ、切り離されたのか、そしてもう一度戻しますとこれが潰れた状態のものです。どうでしょうか、こんなことをするのでしょうか。月面にそんなに低空で、このハンドアームの長さはせいぜい10メーターから長くても30メーターですよね。そんなものをこの月面に激突させてこんなことをすることができるのでしょうか。非常に危険性を伴う作業と私は思います。これが果たして何の作業をしているのか分かる方はぜひコメント欄にコメントください。今日はこの謎の、まあ、月の月面に伸びるこのアーム、最初はねこの月の異星人のタワーか何かが映り込んでいるものだと勝手に判断しましたが、なんとアポロ16号の観測用のアームの可能性が高いといった写真がこの2つ見つかりましたんで、皆さんに何これでお送りしました。まあ、これを知ってる方はなかなかいないと思いますが、ぜひこれをまあ何なのか皆さんの推測でもいいですのでよろしくお願いします。今日はアポロ16号の写真で見つけた、最初は奇妙なその異星人の作ったタワーかと思って一度最初はね驚愕しましたが、まあそのずっと写真を追っていってるとその写真の中にこういったものがありましたんで、あ、これはアポロ16号の宇宙船から伸びるアームだなということが分かりました。しかしこれは何のための目的でこういうふうにしているのかは分かりませんので、詳しい方ありましたらぜひ、50年前の写真ですがぜひコメントよろしくお願いします。今日はこちらをね皆さんにご紹介しました。それではね、その正式映像をお見せします。これがそのアポロ LPI ね、このリンク貼っときます。このイメージカタログという中でここをずっと探していくと、ここバー伸びてますよね。これをクリックするとまたダウンロードすることできますので、はい、ここからずっとバーが伸びてます。そして全てこう全部写っているとは限りませんが、私が写真紹介したものはその中にありますのでぜひ見てください。最後の方はこれです。これが最後の画像となります。これをクリックするとバーが伸びてます。はい、このリンク貼っときます。そして次がこれですよね。クリックするとこれが正式リンクで拡大されます。500パーまで拡大できますので、 Chrome の方は拡大してみてください。ここに、はい、はっきりとここにバーが伸びているのが分かると思います。明らかにこれ月面の表面に着地していると私は思います。こんなに低高度で回ることができるのでしょうかね、この周回軌道。詳しい方はこれは何を探査しているのかよろしくお願いします。そして次です。これが次の、まあ、写真となります。ここにあって、上から上部から宇宙船周回軌道のアポロ16号宇宙船から下に下ろされているものだと思います。先端部分はやはり違いますね。こういった感じで潰れたようになってます。円柱形のものではないと。そしてこちらがその円柱形のものです。まだこれ下ろし途中だと思います。まだ高度が下がってませんよね。こちら高い位置にある時の、はい、映像だと思います。これと比べてください、はい、月面がこんなに近いです。こちらは、そしてこちらはまだ月面のクレーターとかが遠いです。これを下ろす途中だと思います。この映像もすべて、この映像もすべてリンク貼っときますので、ぜひ皆さんの、まあ、コメントお待ちしております。これが正式映像です。そしてこれが拡大したところになります。これが先ほどの、まあ、ここが潰れたようになっているタワー上の正体だと思われます。今日はこの何これ映像を皆さんにご紹介しました。最後にその
まとめた映像を見ながら終わりたいと思います。はい、これですね。月面にも着地して先端部分が破壊されているように感じます。どうでしょうか？こういったことができるのでしょうかね？月面にこういったものを垂らして激突させたりすることできるんでしょうかね。すごい速度で、月の周りを周回していると思うんですけど、こんなことすると、なんて言いますかね、船でいうとこの怒りみたいにガチッと引っかかったら、もうそれこそ宇宙船ごともう大変なことになって地球に帰還することできないんじゃないでしょうか。皆さんの推測、コメントをお待ちしております。こうやって最初見つけた時、これ見つけた時、月のタワーがついに撃射されたと思って驚いてね、これ動画作成していたら最終的に最後のあの写真を見つけて、ちょっとがっかりしましたけど、アポロ16号のアームが伸びて観測しているところだと思う。これ破壊されたところだと思いますね。この辺にチリチリにその部品が飛んでますよね。この辺破壊された金属物質がここにはっきり見えておりますので、おそらく激突して壊れたものだと思います。これは AI カラー化したものとなります。はい、これ上下反転させたものです。どうでしょうか。今回はアポロ16号、月の月面から伸びる螺旋状のこの物体は何かという、何これを今日はお送りしまして、今日は正体まで分かりましたので、でもこれが何なのかは正式には分かりませんので、アポロ16号の探査用のアームの何かではないかというところでお別れしたいと思います。詳しい方はぜひコメント推測お待ちしております。今日の土曜スペシャルありがとうございます。驚愕スペシャル、これにて終わります。また不思議なもの見つかりましたら皆さんに投稿していきたいと思います。またチャンネルシップも始めましたんでね、そのチャンネルシップ登録したい方は登録お願いします。そして登録しない方もね、何も変わりませんので、チャンネル登録、メンバーシップに登録した方はそのぞれの少し特典がありますが、早めに動画が見れたり、それとかスタンプがね、チャットのスタンプがもらえたりしますので、よろしければチャンネルのメンバーシップ登録もよろしくお願いします。それではまた次回、さよなら。ラピッ TV でした。